着いたぞ。ここだ。学園の地下にこんな場所があったなんて。疎開は階層構造だからな。地下には普段使われていないスペースが多い。ここもその一つというわけか。ああ。だから、こんなものまで隠しておける。これは、ナイトメアのシミュレーター。ほう、よく知っているな。前に軍事特集の番組で見たことがある。グラスゴーの机上訓練のために作られたって。横流しされたものだ。手に入れるのに結構苦労したな。まさかルルーシュはこれを使って訓練していたのか。そのまさかだよ。レベル B が俺の最高成績だ。どうだ。わかった。すごいな。初回でレベル A プラスだなんて。お前、どこかで騎乗経験があるのか。ないよ。この前の新宿で乗ったのが初めてだ。初めてだと。いくらナイトメアフレームのインターフェースが優秀だとはいえ、シミュレーターでは関係ない。お前にパイロットとしての素質があるのは間違いないな。僕にも役に立つことができそうで安心したよ。僕にここを教えたってことは、これを使って操縦訓練をしろってことだろ。ルルーシュの作戦に役立つように。話が早くて助かる。なあ、ルルーシュ。君はこうして、ブリタニアに反旗を翻す準備をしていたんだな。ああ。ならなぜスザクを仲間に引き入れない。知り合いなんだろう、昔からの。スザクは日本最後の首相、クルルギ元部の息子だ。彼を仲間に引き入れれば、多くの日本人を味方につけることができる。わかっている。だが、スザクは俺の手を取らなかった。中からブリタニアを価値のある国に変えると言ってな。中から。僕たちのように対抗するのではなく、別の方法で変えるというのか。しかしブリタニアはそんな甘い国じゃない。変わるのを待つ間に、日本人は苦しみ続ける。その通りだ。俺たちには時間がない。一刻も早くブリタニアを潰すんだ。だから、次はコーネリアを狙う。第二公女コーネリア。この前、エリア11に着任した新総督だな。ブリタニアの魔女と恐れられる武人だ。クロビスと違って生半可な相手ではない。そんな相手をどうやって。今は情報を得、準備を進める時だ。だから、お前もこのシミュレーターで訓練してくれ。わかった。空いた時間は、できる限りここに来て訓練するよ。頼む。俺はコーネリア攻略の準備を進める。あと、そういえば、あんまり目立つ行動はするなよ。あ、新宿月桃の。それだよ。まあ、写真なんかは対処しておいた。後のことは心配しなくていい。すまない。助かるよ。なんだよ。何かおかしかった？いや、お前は素直なやつだと思ってな。不良学生のくせに。
不良学生の君に言われたくないよ。違いない。パンダってどうですか？目の周りが黒いし。あのね、シャーリーさん、これは猫なんですよ。猫なのにパンダなの、可愛いでしょ？紛らわしいな。シュレディンガー、カレンは何がいい？タマとか。タマ？変わった名前ね。その心は？猫といえばタマじゃありません？マクスウェル。なあ、スザクはアイディアない？猫の名前。あ、それなら、なんか適当につけるくらいでよくないですか？ダメよ。気持ちを込めて名前をつけてあげれば心が通じるの。だから妥協は一切ノー。ディラック。ルルはなんかないの？川内に一票だ。ひょっとして根に持ってる？うるさい。言うことを聞かない動物が苦手なだけだ。ルルは猫より犬派なのよね。そこは兄弟でも逆なんだ。え？そういえば、スザクくんが手当てしたのよね、この子。いえ、手当てしたのは僕じゃなくて、一緒にいた女ね。どうして分かったんですか？女の人？どんな人？どこで会ったの？学生？年上？軍隊の人なの？シャーリー食いつきすぎ。ちなみに我が生徒会は入会するとき恋バナを一つ披露することになってるからね。嘘だ、真に受けるな。スザク、ちょっとこっちに来い。逃げられた。ああいう連中なんだ。馬鹿正直に付き合わなくていい。ううん、みんなが気を使ってくれてるのわかるから。でもますます言い出しにくくなっちゃったな。何をだ？あの猫、ある人がつけてくれた名前があるんだ。アーサーって言うんだけど。ある人って、お前をこの学園に入れてくれた人か。だったらそう言えばいいじゃないか。そうなんだけど。ちょっと、いつまでコソコソやってるの？今のところルルーシュ2世ってのがギリギリ有力よ。却下です、それだけは断じて。誰がそんなの考えて。僕だけど。お前な。それよりもそいつの名前なんだが。皆さんこんにちは、ナナちゃん。ナナリ、今日は病院の日だろ。ええ、その前にアーサーに挨拶をと思って。にゃにゃーにゃー。アーサーって猫の名前か？はい、この子はアーサーです。喜んでるみたい。よし、命名アーサー決定ってことで拍手。スザク、すごい偶然だな。同じ名前だなんて。やっぱりユーフェミア様の妹ってことなのかな。何か言ったか？いや、何も。ドゥルーシュ、
無事に猫の名前も決まったし、僕は自主練に行ってくるよ。ああ、わかった。自主練？うん、ゲームのね。少しでも上手くなりたくて。じゃあ、スザク、また。ああ、またね。頑張って。なんだ？シミュレーターが動いて。シミュレーターから女の子が。うん？誰だ？君こそ、一体何者だ？ここを知っているということは、ルルーシュの知り合いのようだが。君のその格好、アッシュフォードの生徒じゃないな。どうしてここにいる？ルルーシュの何だ？ルルーシュにとってのか。そうだな、契約を結んだ中というところかな。契約だって？なら僕と同じ。おい、お前、生徒会室に携帯を。なんだ、お前も来たのか。C2、どうしてここに。 C2、 ただ寝っ転がっているのも暇なんでな。そこのおもちゃで遊んでいた。それよりもこいつは誰だ。状況を説明しろ。そうだ、ルルーシュ、この子は誰だ。契約がどうだと言っていたが、僕と。わかった、いずれ紹介しようと思っていたからな。そこの女は C2、 訳があってブリタニアに追われてここに身を隠している。俺がゼロだということも知っている。利害が一致しているという点で、その女が情報を漏らすことはない。なんだ、意外と私のことを信用しているんだな。うるさい。だがこういう女だ、全幅の信頼を寄せることはするな。で、こいつは日本人とブリタニア人のハーフで、ブリタニアに恨みを持っている。お前以外にゼロの正体を知っているブリタニアを壊すための同志だ。ほう、同志か。さあ、これでいいだろう。ほら、生徒会室に忘れていった携帯電話だ。貴重な連絡手段なんだ、気をつけろ。すまない、気をつける。それと今日はもう遅い。シミュレーター訓練はまた明日以降だな。わかった。じゃあ今日は帰るよ。ああ、またな。お前に従順なんだな、あいつ。ギアスのこと。いや、あいつはあくまで駒だ。ブリタニアに対抗するための強力な駒になってもらう。その割には仲が良さそうだが。ふん、勘ぐりすぎだ。あいつは俺の本当の敵を知らない。知れば臆してしまうからな。本当の敵、それはお前の。神聖ブリタニア帝国第98代唯一皇帝陛下よりお言葉。人は平等ではない。生まれつき足の速い者、美しい者、親が貧しい者、病弱な体を持つ者、生まれも育ちも才能も人間は皆違っておるのだ。そう、人は差別されるためにある。だからこそ人は争い、競い合い、そこに進歩が生まれる。
等は悪ではない。平等こそが悪なのだ。権利を平等にした EU はどうだ。人気取りの修具政治に出しておる。富を平等にした中華連邦は怠け者ばかりだが、我がブリタニアはそうではない。争い、競い、常に進化を続けておる。ブリタニアだけが前、未来へと進んでいるのだ。我が息子クロビスの死、ブリタニアが進化を続けているという証。戦うのだ。競い、奪い、獲得し、支配しろ。その果てに未来がある。オールハイルブリタニア。オールハイルブリタニア。オールハイルブリタニア。ルルーシュの敵か。オールハイルブリタニア。神聖ブリタニア帝国第17皇位継承者ルルーシュ・ヴィ・ブリタニア様ご入来。マリアンヌ公妃はブリタニア宮で殺められたと聞いたが。テロリストが簡単に入れるところではありませんが。では、まことの犯人は。怖い怖い。そのような話、探ることすら恐ろしい。しかし、母親が殺されたというのにしっかりしておられる。だが、もうルルーシュ様の目はない。後ろ盾のアッシュフォード家も終わったな。妹姫様は足を撃たれたと。お目も不自由に。心の病と聞きましたが。同じことよ。政略にも使えぬ体。皇帝陛下、母が見まかりました。だからどうした。だから。そんなことを言うためにお前はブリタニア皇帝に謁見を求めたのか。次の者を。子供をあやしてる暇はない。父上。Yes, Your Majesty。 なぜ母さんを守らなかったんですか。皇帝ですよね。この国で一番偉いんですよね。だったら守れたはずです。ナナリーのところにも顔を出すぐらいは。弱者に用はない。弱者。それが皇族というものだ。なら僕は皇位継承権なんていりません。おお。あなたの後を継ぐのも争いに巻き込まれるのももうたくさん死んでおる。お前は生まれた時から死んでおるのだ。身にまとったその服は誰が与えた。家も食事も命すらも全てわしが与えたもの。つまりお前は生きたことは一度もないのだ。しかるに何たる愚かしさ。ルルーシュ
死んでおるお前に権利などない。ナナリーと共に日本へ渡れ。王子と公女ならば良い取引材料だ。どうしたんですか、ミレイ会長。急に昼休みに集合なんてかけて。まあ、あらかたの予想はつきますけどね。これって、猫タワーってやつですか？そう。アーサーだって猫とはいえ、立派な生徒会メンバーよ。だから用意したの。で、みんなで組み立てようと？大正解！まさか、生徒会室に運ばれたこれ全部。アーサー用のおもちゃとかもあるけどね。これ昼休みの時間内じゃ作れないな。放課後にやるしか。こういう時こそ男子の腕の見せ所じゃない。でも俺今日バイトが入ってるんだよな。力仕事で頼りになるのは朱雀なんだけど。今日は軍の用事があるって言っていたな。緊急速報です。先ほど政庁から警報が発令されました。政庁からは軍部がテロ行為の活発化する地域に向けて出動するとの発表。ゲットーには決して近づくことのないよう呼びかけています。うわ、マジかよ。軍が出動するなんて大事だね。はいはい、軍は軍、うちはうちってことで、ルルーシュは手伝ってくれる？すみません、俺も用事があって出かけなくちゃいけないんです。え？ちょっとバイト先で知り合った人に頼まれ事をされてさ。ああ、それなら僕も。あなたはバイトしてないでしょ？これ以上人手が減ったらタワーを作れないじゃない。じゃあ、俺はこれで。ルルーシュ。あらら、行っちゃった。なんか今日不機嫌そうだったな、あいつ。猫が苦手みたいなこと言ってたし、それでじゃない？シャーリー、私、なんか変なこと言ったかな？そんな怖い顔で見るなんて。あ、うん、ごめん。そうなのかもって思っただけ。そう？それならいいけど。ああ、予令が鳴った。俺、まだ昼飯食ってないよ。ああ、私もまだなのに。とりあえず、一旦解散。じゃあ、放課後にまた集合ね。はーい。パン1個ぐらいなら間に合うかな。俺は2個いっちゃうね。喉に詰まらせないようにね。さ、急ごう。ルルーシュのやつ、昨日と違って様子がおかしかった。何か？第7世代のナイトメアフレームでして、その能力は通常の。そのランスロット、パイロットはイレブンだと聞いた。はい、名誉ブリタニア人です。しかし…一等兵から順位に特進させた。それだけで満足せよ。ナンバーズなどに頼らずとも、私は勝ってみせる。命を懸けて戦うからこそ、統治する資格がある。その理屈はわかります、お姉様。すみません、宿題まで見てもらって。いいのよ、普通の学校には通っていなかったんだもの。仕方ないわ。生徒会の人にも教えてもらっているんですが、なかなか。本当言うとね、ちょっと心配してたの。フランクな学校とは言っても
馴染めないんじゃないかって。僕も覚悟してました。でも偶然昔の友達がいて、彼がきっかけを。その友達、大事にしなさい。二人の友情が続けば、再会は偶然じゃなくて必然になるの。はい。ね、それ食べてみて。あ、ありがとうございます。感想を聞きたいんだけど。ジャム？いいブルーベリーが手に入ったの。はい、解散解散。今日は出番なし。おめでとう。おしまい。学校行ってきなさい。今日の授業は終わってるけど、友達に会うってことも大事なんだから。結局この3人だけで、会長も来ないだなんて。まあまあ、今日はみんな何かしらで忙しいみたいだから。ねえ、もうすぐで完成するから会長を呼んできてくれない？わかった。ねえ、大事なこと聞いてもいいかな？あ、何？カレン、私たちに隠し事してない？え？いいよ、隠さなくても。いや、何の話？話してよ、私驚かないから。こないだね、見ちゃったんだ。付き合ってるんでしょ、ルルと。ルル？だって、こないだ校庭で。違う違う、待ってよ、あれは向こうが勝手に。ルルから？いや、そんなんじゃなくて。でもこの前だって、その猫捕まえようとして。あれは違うでしょ。それにキスぐらいで。そんなくらいって、じゃあそれ以上の？え、違う、変な想像ストップ。周り見えてなさすぎ。あ、分裂した。埼玉月島の包囲完了しました。大和同盟のアジトはこの内側にあります。近隣住民の半数以上は彼らの協力者。これでしたら。総生産への影響は？第一次が 0.2 のマイナスになります。予想範囲内か。よし、キケーラはあの新宿事変に参加していたのだったな。はっ、コーネリア殿下の慈悲を賜りまして。そんな話ではない。似ているとは思わないか？はっ、新宿の状況に。軍部はテロリストの潜伏する埼玉ゲットコーネリア総督も現地入りしたため、立ち入り制限が発令されました。あと一列。ん？どうした？そんな怖い顔をして。2時間後に総攻撃が開始される模様です。これにより次の地域は。なんで時間まで報道させるんですかね。挑発しているんだよ、ゼロ。ゼロは劇場型の犯罪者だ。おびき出すために私はあえて新宿と同じ状況を作り出した。奴が己を過信するタイプなら私を殺しに来るはずだ。総督、それでは総督の命が。戦とはな、誇りと命の奪い合いだ。
乗るつもりか、敵の挑発に。わざわざ招待してくれたんだ。それにコーネリアには聞きたいこともあるしな。ブリタニアの破壊と母殺しの犯人を見つけること、お前はどっちが大事なんだ？同じだよ、その二つは。ブリタニアの皇族は次の皇帝の座をめぐって常に争っている。いや、争わされているんだ、あの男に。しかしそれがブリタニアの強さでもある。そうして勝ち残った最も優秀な人間が次の皇帝になるのだから。そうだ、弱者は全て失い這いつくばる。ブリタニアってのはそういう国だ、そういう世界だ。弱肉強食は原初のルールだ。だとしたらナナリーはどうなる？弱いから諦めなくてはならないのか？俺だけは絶対に認めない。そんな世界は俺が消し去ってやる。行くな、ルルシュ。私との契約を果たす前に死んでもらっては困るからな。言ってることとやってることが違うんじゃないか。殺しはしない、足だけ打っておとなしくしてもらうさ。なるほど、お前ギアスは使えないんだな。まあ予想はついていたけどな。自分でやれるなら俺に頼んだりはしないだろう。私が銃を恐れると思うのか？恐れるさ。俺はお前に会うまでずっと死んでいた。無力な屍のくせに生きてるって嘘をついて、何もしない人生なんて、ただ生きてるだけの命なんて、緩やかな死と同じだ。また昔みたいになるくらいなら。待て。確かに意味はないな、そんな命。だからお見合いのことは分かってる。アッシュフォード家を立て直したいって話は。でもね、お母さん。お、会長、見つけましたよ。ああ、ごめんね、猫タワー作り手伝えなくて。なんだか元気がないですね。どうしたんです？ありゃりゃ、分かっちゃう？別に大したことじゃないんだけどね。母親からお見合いのことをせかされててさ。はあ、で、お見合い？そ、貴族にはよくある話よ。特にうちみたいな没落貴族にはね。そういえばアッシュフォード家は皇帝候補の後ろ盾だったと聞きました。昔の話ね。ある事件を境に一気に転落しちゃった。ある事件って？アッシュフォード家が懇意にしていた公妃が暗殺されてしまったの。そのせいで王子たちは王位継承レースから脱落。とはいえ、うちが没落したのはおじいちゃんの授業が失敗したところが大きいんだけどね。そうか、暗殺されたのはルルーシュたちの母親。それでルルーシュたちはこの学園に。だからお見合いを。そういうこと。家にいる以上は仕方のないことだから。だから私はモラトリアムできるうちは全力で楽しむの。そうですね。猫タワーはできたんでしょ？なら次は歓迎会の準備ね。歓迎会？アーサーのですか？もちろん。仕方ないですね、手伝いますよ。うん、頼りにしてるわよ。トニー
にかく私とルルーシュは関係ないから。あ、ルルーシュ。じゃあそういうことで、何でもないから。ルルーシュは知るわけないでしょ、あんなやつ。え？くそ！なぜですか？ここには子供だっている。私たちは何もしていないのに。だからだ。このゲットの住民はテロリストの存在を通報せず、かばい、隠した。これは宗主国に対する反逆罪だ。責任者たちの掃除が終わったようです。うん、時間でもあるしな。始めるか。は。全軍に告げる。これより埼玉ゲットを壊滅作戦を開始する。全軍第一戦闘態勢に移行。なぜコーネリア殿下は我々にも出撃を命じてくださらないのだ。オレンジがいるからだ。え？処分されないだけでもありがたいと思え。貴様のせいで我々の道は閉ざされたのだからな。しかしそれはゼロが。またそれか。ゼロ、やはり学生が協力者。第4区は制圧を完了。同じだ。クロビスがコーネリアになってもブリタニアは変わらない。どこの所属だ。部隊名と ID を示せ。第3偵察中隊のダリオ・トーレスです。テロリストよりこのようなものを押収しました。本部にご送信願えないでしょうか。ディスクか。ただその前に ID を確認させてもらう。わかりました。しかしこちらもその前にあなたのサザーランドをいただきたいのですが。わかった。大事に使える。ありがとうございます。外観はダメだ。最強戦は突破できないか。走行列車が塞いでて。喉も使えない。赤羽か十条から援軍は。一人ならまだしも集団じゃ無理だ。泉さん、どうだった戸田や川口方面は。それよりこれ。あ、私はゼロ。え、ゼロ。ゼロってあの新宿事変のことは聞いているはずだ。私に従え。そうすれば助けてやる。おお。B12 制圧完了。 F7 に敵意ありません。フォワードン隊は5人6へ転進してください。イエス、マイロード。5-6へ転進。手応えのない。来てないのか、ゼロとやらは。所詮はただのテロリストですから。来た。本当に来た。ゼロの言った通りだ。さて、コーネリアを引っ張り出すか、隙を作らせるか。R1、R2 はそのまま交代。
敵を N2 のいる位置まで引きずり出せ。 B7 は2時の方向に射撃。 P5 のチームは戦車開始。ゲシュター隊、通信途絶。 G47 方向に敵兵を確認。カジスキー隊、交戦中。副兵がいた模様。敵は我が軍のサザーランドを露覚して使用しているようです。新宿の時と同じだ。現れたのか、ゼロが。 N2、 そのまま右上方に。 R4、 運転。 N1 は左のやつから。よし、 P3、橋を落としてルートを立て。ポイント17が落とされました。ハリー隊、通信途絶。ここまでだな。全部隊に交代を指示せよ。これ以上の被害は意味がない。退却ですか。恐れながらまだ戦えます。戦えんよ、これでは。全部隊に告げる。ゲットー開演まで至急交代せよ。配置は問わない。ゲットー。なんだ、張り合いのない。交代する部隊に紛れ込めばコーネリア、お前のすぐ近くだ。条件は早くもクリアかな。血は争えないな。しかしあのタイプは危険だぞ。果たしてどちらの道に。分かっている。私を誰だと思っているんだ。そういえばルルーシュの様子もおかしかったな。少し様子を見ていくか。会長、すみません。先に生徒会室に行っててもらえますか。この間。了解。とは言ったものの、出かけるとか言ってたよな。おい、お前。君は確か C2。 ふん、ちょうどいい。お前に手を貸してもらおうか。手を貸すって、まさかルルーシュに何かあったのか。まだ何かあったわけじゃない。おそらくこれからあるのさ。何を言って。お前、ニュースを見ていないのか。ニュース、昼に見た。テロリストを警戒するために軍が出動したっていう。それだ。コーネリアが埼玉ゲットを包囲して殲滅作戦を展開している。ルルーシュ、一人でコーネリア。どうして僕に相談もなしに。時間がない。考えるのは後にしろ。私たちも埼玉に向かうぞ。わかった。ルルってこのエリアができる前からこっちにいたんだ。近所だったの？君は？私？似たようなもんかな。ルルってなんか不真面目で、努力とかそういうのを鼻で笑ってる気がして、正直最初は好きになれなかった。ああ。でもね、高一の時、交通事故を見かけたの。どう見ても悪いのは後ろからぶつかった方で。でも、誰も助けようとしなかったの。その時、ルルはね、それを誇るわけでも笑い飛ばすわけでもなくて、
いつもみたいにつまらなそうな顔してて。でね、思ったの。あいつ何考えてるんだろう、何をしたいんだろうって。私、知りたくなっちゃって。そしたら好きになっていた。ああ、そうなるのかな、これって。いいよね、恋って。ああ。それにしても遅いわね。乗れ、シーツ。なんだお前、こんなバイクを持っていたのか。中古品の寄せ集めだ。乗り捨てても足はつかない。道理でボロいわけだ。嫌ならモノレールで向かってくれ。なんだ、せっかく褒めてやったのに。いいぞ、出せ。どこが褒め言葉なんだよ、まったく。ルルーシュはコーネリアをどうやって捕まえるつもりなんだ。さあな、新宿の時と同じ手を使うのか、それとも。その策はコーネリアには通じない。君はそう思っているんだろう、シーツ。見え見えの挑発だからな。ルルーシュもそのことは分かっている。だけどルルーシュはあえて挑発に乗った。それでもコーネリアに勝てると思っているんだ。ああ、あいつは今自分の力を測っているんだろう。それゆえに危険だ。ルルーシュらしいといえばらしい。しかしこれはゲームじゃない。一度でも失敗すれば死ぬんだ。命がかかっているんだぞ。お前、無鉄砲のようで意外と冷静なんだな。それは褒めてるの？いや、ただの分析だ。だろうね。そういう君は冷静なようで相当に焦っている。今あいつを死なせるわけにはいかんからな。それは僕も同意見だ。急ぐからしっかり捕まっていてくれ。わかった、頼む。コーネリア、負けるのはお前だ。勝つのは私だ。は？はい、総督は勝利の女神にございます。れば行くか、我が騎士ギルフォードよ。ご加盟ありがたく存じます。いくらギアスがあるとはいえ、通常の警備状況で侵入するのは危険すぎる。やはりクロビスの時と同じく隙を作らせて。ん？生徒会室？猫祭りの打ち合わせは明日のはずだが。カレンは違うって言うけど、何かごまかすために怒っていたようにも見えたし。だからこういうことは本人に直接聞くのが一番。君のことをどう思ってるかも聞いてあげるよ。え、そんなとこまで？大丈夫、うまくやるから。あ、そんなのダメ。ん？切れた。まあいいか。いいから任せて、僕がやれば。嫌なの、やだ。うまくやるから、うまく。うわ、ごめん。あ、う。あの、痛かった？かなり。軍の包囲をすり抜けて埼玉に入るルートなんてよく知っていたな。
こっちはブリタニアが入り込む前から住んでるんだ。抜け道の一つや二つ知っているさ。それにブリタニアの人間は上にばかり目を向けて足元を見ない傾向がある。言えてるな。まあそのおかげで新宿の時は命拾いしたんだけどね。さあこれからどうするかだが、ルルーシュが新宿と同じ手を使っているならテロリストの通信機を利用しているはずだ。まずは通信機を手に入れて状況を把握しよう。どうしたんだ。いや、どうしてルルーシュがお前を連れてこなかったか分かった気がしてな。その理由今聞いても。いや、またの機会にしよう。そう言うと思ったよ。君はひねくれているからな。私はひねくれてなどいない、失礼なやつだ。だったらずっと抱えてるその荷物の中身ぐらい教えてくれよ。ルル、ああなるさ、とっておきだ。それでも何かは教えてくれないんだな。やっぱりひねくれてる。しつこいやつだな。それよりも通信機を探しに行くぞ。やれやれ、分かってるよ。必死だなコーネリア、親衛隊で何とかしようと。こちらゼロ、 N1 のみ識別信号を回復。ブリタニア機として行動せよ。分かった。おとりとしてな。信号を発するナイトメアが一機市街地に取り残されています。更新できないのか。救護班を破壊しろ。そんな、敵の人質になっているのかも。私は下がれと命じた。私の命令を実行できない兵士は必要ない。そういうこと。しかし命を捨てても任務を遂行する、私の部下なら当たり前のこと。イエス、ユアハイネス。おい、識別信号がわからないのか。味方だぞ。ちくしょう。確認しない。なら N2 信号を発信して病院跡地まで交代。 R1、R2 は待ち伏せて追ってくる敵を撃て。また信号か。ということはその先に伏兵がいる。グロスターを増援して包囲しろ。追ってこない。まずい。R1、R2、待ち伏せ中止、直ちに退却。グロースター、指定地域に到着。敵へ見当たりません。こちらの手を読んだか。本当にゼロを相手にしているのかもしれんな。 T2、N3、敵後方へ回り込め。どうした、応答しろ、T2、N3。B1、B5、お前たちが行け。冗談じゃねえ。コーネリアの親衛隊相手に勝てるわけがねえだろう。テロリストが投降してきました。殺せ。T6、T8、どうした。B7、N4 の構えに回れ。こちら B7、別の獲物を見つけた。先にこっちをやる。違う、そいつはおとりだ。 B7、命令に従え。何言ってんだい、ここでやんなきゃ。下がれ、上から来る。 B7、命令を。
バカが。V8、そちらから状況を報告しろ。状況も何も。V8、チ、残っているものを P ナンバーから順に報告。作戦終了。全軍第4フォーメーションに移行。制圧された。こんな簡単にゲームにすらなっていないぞ。新宿のようにはいかなかったな、ゼロ。それとも真似したやつか。まあいい、すぐにわかる。これが組織、違いすぎる。全ナイトメアのパイロットに告げる。ハッチを開いて素顔を見せよ。コーネリア。繰り返す。パイロットは全員ハッチを開いて素顔を見せよ。どうなる、面通しをされたらゼロの仮面はなくても俺の素性がバレる。ダメだ、それはギアスを使って。バカだ、相手を直接見なければ通用しない。敵がナイトメアではとすると、歩兵か他のパイロットに。無理だ、相手の数が多すぎるし、どうやってこちらを向かせる。いや可能か、ゼロだと名乗ってしまえば。しかしナイトメアが。なら先制攻撃をかけて強行突破、ありえない。コーネリアの親衛隊相手に自殺行為だ。ハッチを開けよ、飛行の番だ。どうした、早くハッチを開けよ。それが、先ほどの戦闘でハッチが不具合を。分かった、ではこちらで開けよう。背中を向けろ、早くせんか。わかりました、今すぐに。ゼロだ、ゼロを発見。の ほう、やはりゼロはこういう性格か。バカな。確保しろ、第三第五小隊騎乗。ここは乗るしかない。ビルを包囲しろ、後ろに回れ。狙撃艦撃て。今の爆発音は何だ。第五部隊後方で爆発。背後からの攻撃だと。敵ナイトメアは全て排除したはずでは。あ、今度は西側で爆発が。慌てるな、被害を報告せよ。各部隊からの被害報告はありません。狙いはゼロを逃がすための陽動か。構うな、ゼロを撃て。はっ。ああ、落ちたぞ。姫様、いかがいたしますか。うむ、罠の可能性は考えられます。本人かどうかも分かりませんし、はっきりしたのは総督の分析通りプライドの高い人物ということですが。ならば追うだけ無駄か。はい、わざわざ敵の本陣に姿を現したということは、逃走ルートを確保してのことかと。自己保身には長けているのかな。クロビスとは格が違う。それがコーネリアか。なぜ助けた。だから言ったろ、死なれては困ると。条件が同じならば負けはしなかった。負け惜しみだな。それだけの条件を揃えるのも力のうちだ。
だったら揃えてやるさ。ブリタニアに負けない俺の軍を、人を、国を。なんとか無事に戻ってこれたな。無事だったか。ルルーシュ、君の方こそ無事だったんだな。ああ、お前と C2 のおかげだ。お前がテロリストの残した爆薬を利用してゼロの姿をしておとりとなった C2 と俺を逃がしてくれたと聞いた。お前たちがいなかったら俺は今頃。だったらどうして一人で行った？僕たちは契約したはずだろ。今回は俺の負けだ。ルルーシュ、つくづく組織というものの強さを感じた。その必要性もな。だから俺は俺の軍隊を作る。ブリタニアに対抗できる組織を。諦めてはいないんだな、ブリタニアを壊すこと。当たり前だ。そのためにお前の力も必要だ。わかった、それなら構わない。僕が恐れているのはブリタニアに復讐できないこと。その前に君に死なれては困る。悪かったな、今回は俺の過信が招いた結果だ。だが次はない。次にゼロが姿を現すとき、その時世界は変わる。ゼロが、俺たちが世界を変えるんだ。私、東京初回を出るのって初めてなんですよ。ルルーシュも来られるとよかったのにね。良いではないか。今宵は夜通し語り明かそうぞ。好きな男の子教え合ったりさ。いるんですか、会長にそんな人。さあね。大丈夫、河口湖はブリタニアの観光客も多いから治安はいいって。ゲットみたいに怖くないよ。でも一緒にいてあげるから、今度は置いてけぼりにしない。待っていたぞ。まさかまた君から連絡がもらえると思っていなかったよ。待てよ、オギ。こいつが本物のゼロだって証拠はないだろ。もしかしたらブリタニアの手先だって可能性も。そんなことする必要なんかないでしょう。私たちが日本解放戦線並みの大きな組織ならともかく。カレンの言う通りだ。彼が俺たちを罠にかける理由がない。だったら何の用があってこんなところに呼びつけたって言うんだよ。何？今日はお前たちにプレゼントがあってな。プレゼントだ？ナイトメアフレーム、それにトレーラーも。当座の戦力と私たちのアジト。あれは赤いグラスゴ。ううん、少し形が違うような。そいつはタイプ 1R ブライ。反ブリタニア勢力がグラスゴを解析して作り上げた機体だ。コピーだ。グラスゴーと同等以上のスペックになっている。
私たちにもナイトメアが。そうだ、これでブリタニアとも戦える。その赤い機体は君の機体だ。マジで？じゃあもう一つの青い方は俺が。動いた！やっぱり騙しやがったな、てめえ！早まるな。私からもう一人仲間を紹介しようと思ってな。え？彼は同盟機青い部雷のパイロットだ。よろしく頼む。お、どうした？早く入れ。今からここが私たちのアジトだ。それはあんたが俺たちと組むと考えていいのか？ああ、私たちは仲間だ。すっげーなー。なんだこれ？こんなもの一体どうやって？頼んだら譲ってくれたよ、道楽者の貴族が。頼んだって、そんな簡単に？大丈夫だ、足はつかない。おいおい、2階もあるぞ。大きすぎないか、この車。でも逆に、これくらいの方が盲点になるかも。コンテナへのブライの積み込みは終わったわよ。了解だ。なら僕たちもトレーラーに。待って、一体どういうつもりなの？つもりって？どうしてブリタニア人のあんたがゼロの仲間なのかってことよ。遊びのつもりなら。カレンは遊びで人を殺せるのか？今カレンにどう説明しても何の証にもならない。行動で示すことが最良の手段だと君も知っているはずだ。スザク救出の時のゼロがそうだっただろう。それはだから僕も行動で示すよ。遊びでブリタニアを壊そうとしているわけじゃないってこと。おい、大変だ。日本解放戦線に動きがあったぞ。お前たちも早く中に入れ。日本解放戦線に？はい、こちらは河口湖のコンベンションセンターホテル前です。ホテルジャック班は日本解放戦線を名乗っており。はあ？なんだって？あ、桜台と配分会議のメンバーと居合わせた観光客および数人の従業員を人質に取っています。これが犯人から送られてきた映像です。ジェームス議長のほか学生の姿も見受けられます。生徒会の？うん、会長たちが人質に。犯行グループのリーダーは日下部中佐と名乗る旧日本軍人です。バカな。高温超伝導体の製造に欠かすことのできない桜台とは、世界の安全保障に直接関与する重要な戦略物資です。ここエリア11は世界最大の桜台と産地であり、市場への供給量は実に 70% に達します。毎年ここで開催される桜台と生産国会議では、桜台との国際分配レートを決定します。その結果は我がブリタニアと諸外国とのパワーバランスそのものといっても過言ではありません。テロリストは国際世論がこの会議に寄せる関心の大きさを狙いに入れて、ホテルジャックという暴挙に訴えたものと思われます。日本解放戦線の日下部である。我々は日本の独立解放のために立ち上がった。
諸君は軍属ではないが、ブリタニア人だ。我々を支配するものだ。おとなしくしているならばよし。さもなくば。ルル。動いてきたな。日本最大の反ブリタニア勢力だからな、意地もあるんだろう。俺たちへのかもな。喜ぶべきか悲しむべきか、あれじゃ玉砕しかねえだろう。リバル。あ、ルルーシュ。ルルーシュだ。発信音の後にメッセージを。何やってんだよこんな時に。分かっている。しかし。なあゼロ。うん。俺たちは何をすればいいんだ。ここでテレビを見ているわけにもいかないだろう。当然だ。まずは戦う準備を進める。彼の指示に従ってくれ。了解だ。よろしく頼む。ええ、外の荷物を運び込みましょう。そこのコンテナの物資をトレーラーに積み込んでください。わかった。みんな取り掛かろう。けっ、何を偉そうに。そんな風に言うなよ。お前は甘いんだよ。ゼロのお気に入りなのかもしれねえが、あんなガキに使われてよ。お前ってやつはゼロが彼に任せてるんだから仕方ないだろう。けっ、彼らがルルーシュの軍隊の基盤か。それよりも当面問題は河口湖の方だ。ルルーシュがシャーリーたちを見捨てるとは思いたくないが、この状況でどうやって。ねえ、ちょっといい。カレン、何か用。何か用って、この状況でよく平然としてられるわね。シャーリーたちのことを言っているなら平然となんてしていないさ。だったら。でも僕たちだけでは助けに行くことなんてできない。ブリタニア人の敵がブリタニア人を助けに行くなんて。そうなんだけど、私はゼロを信じるんだ。彼、僕たちだけでは無理でもゼロなら奇跡を起こす。ゼロを信じる。そうだ、僕はゼロを信じる。カレンはどうなんだ。私は。ホテルにつながる橋はメインを残して全て落とされました。上空および水中からの接近はいずれも失敗。人質救出作戦を展開するために残されたルートは一つだけです。コンベンションセンターホテルの真下まで伸びているライフラインのトンネル、これを使えば作戦通り基礎ブロックを破壊してホテルを水没させることができます。このトンネルは物資搬入も兼ねているため、サザーランドならば突入可能。敵にも備えはありましょうが問題はありません。今まで相手が使用した武器レベルなら十分回避可能です。敵へ捕捉。予想通り地下坑道を移動してきます。了解。雷光第二軌道、左右四連脚部固定。超電磁式硫酸弾銃砲、電圧確認。アンチナイトメアライフルと思われる。散開しつつ突破せよ。超電磁式硫酸弾銃砲発射。何？
使えますな、雷光は。見たか、ブリタニアの豚どもを全滅。敵はグラスゴーを改造したリニアカノンを設置していたようです。突破は無理ということか。どうしますか。要求通り政治犯の釈放と。テロリストに弱みを見せるな。しかしユーフェミア様が。分かっている。その件はまだ気づかれてはいないはずです。人質の中にユーフェミア様がいるのが分かれば必ずや交渉に使ってくるかと。会議には立ち会うだけでしたからメンバーリストにも載っていませんし。分かってるよ。今度はうまくやる。でも私は保護者なんかじゃないんだ。僕たち特派は救出作戦に参加できないんですか。申請はしてあるけど、うちは命令系統が違うイレギュラーだし。それにイレブンに作戦を任せるわけにはいかない。コーネリア殿下はブリタニア人とナンバーズをきっちり区別される方でね。受け入れてもらうにはまだ足りないんですね。でもそれじゃ何のための名誉ブリタニア人制度なんだか。お父様、シャーリーさんが。この荷物どこに置く。そっちそっち、運転席の方。おい、ここに置いといた箱は？ただの観光なんですよ。まだ学生なのに。それをテロリストは無差別に。許せない。シャーリーは。娘は無事なんでしょうか。あの子は何も悪いことはしていないのに。ブリタニアと戦うために組織は必要だ。しかし早すぎる。でもこのまま放っておくわけにも。コーネリアの性格なら人質など無視して。はん、ならなぜ動かない。ゼロ。ん？人質どうなるかな。いずれにせよブリタニア人を生かしておく理由はないね。おいゼロ、こいつみんなに配っていいのか。これさ、かっこいいとは思うんだけど。俺違う。あ、私たちはレジスタンスではない。じゃあなんだよ。私たちが目指すもの、それは正義の味方だ。正義の味方だって言ってる意味がわからない。ではと、奥義よ、お前はなぜ日本を取り戻したい。それはブリタニアが非道なことをするからだ。日本人を人と思わないような扱いを。そうだ。ならば日本を取り戻すためなら非道な行いをしてもいいのか。それはダメに決まってる。そんなことをすればブリタニアと同じになってしまう。そうだな、カレンの言う通りだ。俺たちは何もブリタニアと立場が逆転したいわけじゃない。あくまで日本の自由と権利、そして誇りを取り戻したいんだ。ならば我々はどうすべきか、おのずとわかるだろう。そうか。俺たちがやるべきことは正義を行うことなんだ。そうだ、私たちは正義を示す必要がある。示す？正義を示すって言ったってどうやって。いるだろう、今まさに正義に反した行いをしている奴らが。
日本解放戦線。日本解放戦線は武器を持たない民間人を人質に取っている。これは、いや、決して誇れることじゃない。だったら説得に行かないとな。川口来い。ゼロ、特別狙撃小隊に達する。現状はホールド。各小隊長は通達を確認せよ。人質の学生って生徒会の人たちなんでしょ？交渉はまだ続けているから。僕は組織の人間です。個人的な感情より組織の論理を優先します。あ、セシルさん、あそこ。え、何？あれは。まさか人質を。やめろ、やめるんだ、やめろ。我々の要求に対して何らかの返答がなされない限り、30分ごとに一人ずつ飛んでもらう。人質のためにも誠意ある対応を期待する。見せしめとは野蛮人め。交渉に応じ、女子供だけでも先に解放させては。ダメだ。一度でも交渉に応じればテロという手段を肯定することになる。では強硬策を。それはユーフェミア様の安全を確保してからのことではないでしょうか。ユフィ、私は。総督、ゼロが。ゼロから連絡が入りました。何？3号車がゼロに盗まれた。ギブソンは何をやってたんだ。なんか気がついたら取られてたって。はあ？で、その3号車は軍のど真ん中へ。え？確認しました。ゼロです。狙撃しますか？その状態で待機せよ。包囲完了後に逮捕する。ねえ、これってホテルに着くまでに殺されないかな。後ろのみんなも逃げ場ないし。さあ、ゼロを信じるしかないね。なんであのトレーラーを使わないんだ？アジトを人目にさらしてどうするんだよ。ああ。本当に信用していいの？あのゼロって男。だから俺は怪しいって言ってんだ。まあ、いざとなったら俺がなんと。大丈夫だ、彼を信じよう。コーネリア、ここで借りを返したいところだが、お前の使いどころはもっと先だ。読み通りならギアスを使うまでもないが。また会えたな、ゼロ。お前は日本解放戦線のメンバーだったのか？それとも協力するつもりか？しかし今はこちらの都合を優先する。義弟クロビスの仇、ここで撃たせてもらう。コーネリア、どちらを選ぶ？ん？死んだクロビスと生きているユーフェミア。よし。やはりそうか。第一条件はクリアされた。相変わらずだな、コーネリア。あなたは昔からユーフェミアを溺愛していた。だから動けない。情の尻尾が邪魔をする。ユーフェミアを救い出そう、私が。ゼロ、何を言っているのかわからないな。救ってみせる、私なら。ゼロだと？はい、ブリタニア軍から連絡が。
全部隊に達する。ゼロを通せ。繰り返す。ゼロを通せ。日本解放戦線は私を同志として受け入れるか、それとも邪魔者として扱うか、いずれにせよゼロに会いたいという誘惑、この心の動きに勝てるはずがないということは。よし、作戦の前提条件は全てクリア。どういたしますか、総督。ゼロが行くことによって次の人質殺害までに若干のゆとりが生まれるはずだ。ならこれは好機だ。ゼロもまとめて叩いてくれる。はーい、ご指名ありがとうござ出していいってランスロットは。トンネル内をリニアカノンに向かって突っ込めってさ。ロイドさん、それって宇宙王を鳥にして隙を作るってことですか。うん、混乱に乗じて親衛隊が突っ込むみたい。みたいってそんな。セシルさん。うん、やります、やらせてください。みんなを助ける可能性があって、今僕とランスロットが必要とされているならやるべきです。それがたとえおとりであろうと。クルルギ順位、作戦概要を説明します。プライムサーチによると、人質はホテルのミドルフロア、食料貯蔵庫に閉じ込められている模様。共同兵器 G01 ランスロットはライフライントンネルを使ってホテル地下へ移動。現着後、基礎ブロックを破壊しホテルを水没させる。人質のいる場所は8分は持つと推測される。救出並びにテロリストの奏者は別部隊が担当する。なお基礎の破壊にはバリスを使用、インパクトレールはアンチマテリアル、レベル3に設定。で、問題はトンネル内で待ち受けてるリニアカノンだよね。限定空間だからランスロットでも回避率は 47.8%。 本当にやるんですか。うん、だから適当なところで戻ってきてよ。ランスロットを壊すわけにはいかないしさ。適当なところ。うん、わかりました。スザク君、今度の日曜日隊長やニーナと河口湖に行くの、一緒に行かない。ごめん、その日は仕事が入ってて。ああ、そっか、それじゃあ仕方ないか。でもありがとう、誘ってくれて本当に嬉しいよ。作戦開始まであと12分、カウントダウンに入ります。イレブン。今何と言った。イレブンだと。我々は日本人だ。分かってるわよ、だからやめて。訂正しろ、我々はイレブンではない。訂正するから。なんだその言い方は。お前たち隣まで来い、じっくり教え込んでやる。いや、いや、あ、ダメです、ユーフェミア様。あ、立たんか、こら。いや、いや、あ、もうやめなさい。なんだ、貴様。私をあなたたちのリーダーに合わせなさい。何？いけません、副総督。私はブリタニア第三公女、ユーフェミア・リー・ブリタニアです。あなた大丈夫？怪我はない？はい。
本当にホテルにまで入れるなんて。たまたまだよ、たまたま。いいや、やはりゼロだからだ。彼の力は本物だ。許せ。そのご本人様はどこに行け。ゼロは日本解放戦線の説得に向かった。一人で大丈夫なの？見たでしょ、連中人質を突き落とすような奴らなのよ。確かにまともな連中じゃない。ゼロを信じよう。俺たちには俺たちの役目がある。ええ、何の罪もない人たちが人質にされて怖い思いをしている。僕たちの手で早く助けましょう。そうだな、君の言う通りだ。よし、南と杉山は俺についてきてくれ。ゼロの向かった上層階を制圧だ。カレンと君は人質を頼む。了解。わかりました。玉木たちはゼロに言われた爆弾の設置だ。そりゃいいけどよ、なんでわざわざ爆弾なんて。あんたゼロの話聞いてなかったの？人質を救出しても外のコーネリアたちに突入されたらおしまいだろう。だから脱出の際にホテルを爆破してナイトメアを足止めするんだ。分かってるよ、確認しただけだって。ならみんな作戦開始だ。おう、私と手を組むつもりはないか。ならば素顔を見せてもらおう。ゼロ、無礼であろう。分かった。しかしその前に聞かせてほしい。お前はこの行動の果てに何を求めている？知れたことを。日本人がまだ死んでいないことを内外に知らしめるのだ。古いね。ん？お前たちは古い。もう救えない。貴様！どういう意味かな、ゼロ。ME ブースト。ランスロット、発進。反応確認、敵ナイトメア1。移動速度は約2倍です。構わん、同じことだ。超電磁石硫酸弾銃砲、発射！だから言ったじゃないですか。うん、おとりじゃなくてやりきっちゃうつもりだね。中佐のもとに先ほど連絡した人質を連行しました。ユーフェミアと名乗っていますが。ゼロ、もはや問答無用。死ね。中佐たちは自決した。行動の無意味さを悟ったのだ。ユーフェミ、民衆のために人質を買って出たか。相変わらずだな。え？何？特派のナイトメアが？はい、このまま行くと突破できそうです。期待していいのか。よし、この破壊力なら耐えられる。第5射も突破されました。信じられない。臆するな。4連腕部自在砲台も展開。
ここは絶対防衛戦である。死守するんだ。セシルさん、ここでバリスを使います。え、待って、それは危険よ。活動領域が狭まりました。爆風は覚悟の上です。貴様ら、タマゲ、上層階の制圧は完了した。そっちの爆弾の設置なんかとっくに終わってる。手はず通り、爆弾の設置後にボートも確保した。あとはお前たちがゼロと人質を連れてくるだけだ。了解だ。人質の方に向かったカレンたちから連絡は？まだだよ。あいつら何やってんだよ。頼むぞ、急いでくれ。二人とも副総督に就任されたと聞きました。ユーフェミア公女殿下。喜ぶことではありません。そう、クロビスが死んだからですね。私が殺した。彼は最後まで私におもねり、命乞いをした。イレブンを殺せと命じたその口で。だから兄を殺したのですか？いいや。ではなぜ？あの男がブリタニア皇帝の子供だから。え？そういえばあなたもそうでしたね。出力全開！くあのイレブン。やりきったか、ギルフォード。ほっ。ゼロの情報だと、人質はこのミドルフロアの食料庫の中。まだ見張りがいる。なんとかしないと。なんだ、この揺れは。おい、お前たち何か知っているのか。やめて。私たちが知るわけないでしょ。会長、あいつら。おい、やめろ。人質から手を離せ。お前たちは何者だ。え、待って、私たちは。何をやってる。相手は銃を持ってるんだぞ。今この人、私を撃とうとした。同じ日本人なのに。おい、しっかりしろ。今は人質を逃がす方が先だ。あの、あなたたちは私たちを助けてくれるの？え？ああ、そう、あなたたちを助けに来たの。よかった、カレンは持ち直したみたいだ。ここは危険よ、私たちについてきて。急いで、すぐにこのホテルから避難するんだ。うん、ニーナ、行こう。よし、これでやるべきことはやった。あとはゼロが。まさか。あの時の白兜とか。ユフィ、みんな、よせ、クルルギ獣医。3番のカメラはどうなってる？ゼロに取られちゃったじゃん。だから反応が欲しいんだよ。どうしたゼロ、そのためじゃなかったのか。利用する。
スザック。ああ。救えなかった。僕はまた。来た。え、あれは？ゼロだ。ブリタニア人、動じることはない。ホテルに囚われていた人質は全員救出した。あなた方の元へお返ししよう。みんな、よかった。抜け抜けとよく言う。お前に手出しをしたら人質に逆戻りということだろう。人々よ、我らを恐れ、求めるがいい。我らの名は黒の騎士団。騎士団。皮肉だね、テロリストがナイトを名乗るなんて。我々黒の騎士団は武器を持たない全ての者の味方である。イレブンだろうと、ブリタニア人であろうと、日本解放戦線は卑劣にもブリタニアの民間人を人質に取り無残に殺害した。無意味な行為で、故に我々が制裁を下した。ん？当然です。このまま流さないと。責任？そんなものは私が取ります。クロビス前総督も同じだ。武器を持たぬイレブンの虐殺を命じた。このような残虐行為見過ごすわけにはいかない。故に制裁を加えたのだ。私は戦いを否定しない。しかし、強い者が弱い者を一方的に殺すことは断じて許さない。撃っていいのは撃たれる覚悟のあるやつだけだ。我々は力ある者が力なき者を襲うとき再び現れるだろう。たとえその敵がどれだけ大きな力を持っているとしても。正義の味方。力ある者よ、我を恐れよ。力なき者よ、我を求めよ。世界を我々黒の騎士団が裁く。